そうですね、大きさにもよるんですけど、平均的に基礎着工から建物が完成してくるまでは4ヶ月、うん、でそこから、まあ外構工事とか、あとちょっとさこう細かい工事があるので、まあ、1ヶ月ぐらいお時間いただいて、まあ、5ヶ月後にはお引き渡しですかね。はい、はい、はい、大丈夫です。はい、かぶせたね今ね。建物の強さです、うん、強さ、まあ、強度のことなんですけど、品格法によって定められている住宅性能表示のことです。はい、これそうなんですよ皆さんね、これちょっとね広告マジックにやられてますよ。なんか結構例えば1000万円台で建てれますよとかっていう風にあると思うんですけど、まあ、それ以外にも水道の引き込み、あと敷地内の配管工事とか、あとエコキュートでオール電化なのかね、エコキュートが必要ですし、あとはガスの配管だったりとか、造成、外構、地盤補強、結構いっぱいある。いっぱいあるから相談に来てください。はい。これは安全性が確保できれば自由に決められます。はい、うん、そうだな、まあお客様のお財布事情ですね。お客様のお財布事情、はい。面白くしといてね。はい、はい、できます。はい、積極的に建築中の現場もご案内してます。はい、これね本当よく聞かれるんですけど、そうだな、やっぱね汲み取る力というかヒアリングですね。こんなことまで聞くのっていうところまで聞きます。なんでヒアリング力、はい、もちろん。もちろん大丈夫で、みんな知らないんですよ。皆さん本当に初めてのことなので知らなくて当然なんで大丈夫です。はい、トータルでコーディネートしておりますので、インテリアなどの建物以外の部分でも、はい、ご相談いただければ、はい、対応させていただきます。はい。